始めました、おにぃチャンネル。おー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 、ありがとうございます。さあということで、今回はおにぃチャンネルのプレゼント企画の抽選会です。さあということでですね、前回ね、わんこそば対決ということで、マネージャーとですね、去年の10月の末にですね、岩手県に盛岡競馬場に行かしてもらった時に、ついでに撮った VTR なんですが、ガチで負けました。ほんでこれのどっちかが勝ったかをこの予想してもらって、はい、当たった人にあのプレゼントを渡すわっていう名目のもとやったやつで、はい、ガチで頑張る。めちゃくちゃやね自分で。本当にね、たくさんのこのご応募、はい、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです。そしてね、この皆さんね、いろいろね、あのお兄ちゃんのようにやってほしいこととかのコメントとかもね、うん、たくさんお寄せいただきまして、本当にね嬉しいです。正直僕全部もう読みました。こうやってね、いっぱい赤線とかもつけて読ませていただきました。はい、はい、だからなんか、あ、こういうのあるよっていうのをなんかちょっとピックアップしてみましょうか。はい、ダビスタのブリーダーズカップやってくださいとかも、あのお兄ちゃんと行く牧場ツアー行ってほしいなみたいなのもありますよね。いいですね。あと川田ジョッキー密着取材みたいな。今日もまさにさっきやねんけど、ダノンスマッシュ高松の宮記念買ってましたからね。あとやっぱ名馬列伝やってください。僕やったんですよ一回、名馬列伝待機シャトルっていうまで、はい、うん、全然再生数が伸びひんかったからやめたんですよ。じゃあ見てねみんな。ちょっと日すぎるんですかね。そうなんですよ、結構ね、あの労力に対して再生数が伸びひんかったよねあれね。はい、お兄ちゃんの独断と偏見で応援する馬を1頭決めて、その馬の一生を追う企画。なるほどね、お前あくびしてるやん。いや、大あくび。いや、声の人で来てくれてんのよ、中道君。はいはい、俺の目見ながら大あくびしてたな、今。信じられへんな、ほんまに。いや、結構面白いもんいっぱい来てて、中央競馬1日ワイドのみでずっとレースしてみてください。あ、当たるっていうのって結構なんかその見てて楽しいから、これ面白いなと思って、競馬グッズのお宝鑑定またやってほしいと。おお、嬉しいですね。あ、松山ジョッキーのモーニングルーティーン見てみたいな。いや、たくさんほんまにご応募いただいて、はい、たくさんのコメントもありましてありがとうございます。もちろん全てね目を通しております。さあということで、ここからがもう皆さんお待ちかねの抽選ですよ。まずはお兄チャンネル T シャツですよね、この黒。私これ今トレーナーですけど、このお兄チャンネル T シャツのこの黒バージョンの M サイズいきましょう。抽選結構ねたくさん来てくれてるんですけど、もちろんあのやっぱり松山ジョッキーのね、うん、ジャンパーが一番応募多かったです。すごい。まずはオリジナル T シャツ黒色 M サイズです。はい、おと、この番号の人が当たりないね。兵庫県の男性の方で、哲司さんと一日競馬を楽しむところが大好きで、今年も楽しみにしています、競馬盛り上がっていってくださいっていうコメントをくださった兵庫県の男性の方です。おめでとうございます。多分送られてる方はね、もう自分で俺やっていうの分かってくださってると思いますけどね、おめでとうございます。お兄チャンネルオリジナル T シャツ黒色 M サイズおめでとうございます。続きまして、オリジナル T シャツの白色L サイズいきます。はい、はい、この方は結構端的なコメント、お兄ちゃんのようでやってほしい企画、ジョッキー対談と言ってくださった大阪府の男性の方、おめでとうございます。お送りしますんでね、はい、オリジナル T シャツの白色 L サイズでございます。続いていきましょう、どんどんね。オリジナル T シャツ白色 M サイズです。せーの、ドン。この人めっちゃコメント長いのくれてる。競馬初心者もベテランに通ずる調教やパドックの見どころなんかを解説してほしいです。よろしければ重賞などレースの結果が出てから振り返りも含めて、この馬のここが良かったなんかをお兄ちゃん目線で知りたいです。いつも楽しく拝見しています。今後も競馬界を盛り上げていってください。応援させていただきます、というコメントをくださった大阪府の男性の方です。おめでとうございます。すごい、めっちゃいいコメントしてくれてんね。そうですね。じゃあ次行きましょう。おめでとうございます。はい、オリジナル T シャツの白いのの XL サイズですね。XL サイズいきますよ、ドン。お兄チャンネルでやってほしい企画、ファンとの1日馬券勝負でコメントをくださいました香川県の男性の方です。おめでとうございます。香川、四国や、おめでとうございます。確かにファンとの1日馬券勝負っていうのはね、面白いかもしれへん ね。これは何なんでしょう、ウィンズとか競馬場に行ってなんかやりませんかみたいな看板掲げてきた人とっていうことかな。さあ続きまして、オリジナル T シャツ黒色の L サイズでございます。結構これが多分一番多かったな、 T シャツでは。お兄さん着てるイメージ強いからじゃないですか。あ、そうなんかな、はい、あと L サイズっていうのはやっぱあの皆さんの多分
スタンダードのサイズ感なんかな。お、うん、お兄さんってことで何されてますか。僕はあの 8L です。オリジナル T シャツ黒色 L サイズ いきます。結構多かったんでいきますよ。抽選ポチ。お兄チャンネルでやってほしい企画、お兄ちゃんが馬主になってほしいというコメントをくださった神奈川県の男性の方です。おめでとうございます。どんどん遠くなっていって全国でやっぱ見てくれてんねんね。はい、お兄ちゃんが馬主になってほしい。いやそれなりたいっすよ。頑張りますよ本当に。さあそして、続きましてこれ T シャツ最後ですね。黒色の XL サイズ抽選させていただきたいと思います。せーのポチッと。あ、いいですね。1万円予想楽しみにしています。地方競馬にスポットを当ててくれたこの企画も楽しみにしていますので今後ともよろしくお願いいたします。佐賀競馬場ににてお待ちしておりますというコメントをくれた福岡県の男性の方、おめでとうございます。だんだん遠くなっていってすごいです、ね、福岡まで行きましたね。ありがとうございます。黒色の XL T シャツ差し上げたいと思います。白はねちなみにこんな感じです。まあ可愛いでしょ。可愛いです ね。さあということでこれでお兄チャンネル T シャツはもう終わりました。はい、ここからは松山康平ジョッキーから直々にいただいたデアリングタクトのジャンパー。あら、これめっちゃ着てます。さあ行かせていただきましょう。これはほんまに多いからドキドキ抽選やね。じゃあ行かせていただきたいと思います。行きます。松山康平ジョッキーがくださったデアリングタクトのジャンパーを当たる人、この方です。行きます。地方競馬全レース購入して帯を目指してみたという企画を希望されました大阪府の男性の方です。おめでとうございます。デアリングタクトのジャンパー当たりました。すごい。これさめっちゃ激レアやからな。牝馬三冠達成したその翌日に、確約してくださったプレゼントなんで、さあ今回当たりました7名の方本当におめでとうございます。さあということでね今回は、1年ぶりのこのプレゼント企画でございまして、まあ年に1回ぐらいはやってるんですけどね、またこういった形で、たくさんのね、方になんかいろんなプレゼントをもらいながら、そして僕もねいろんなグッズを作りながら皆さんとね、こうやって楽しいね抽選会プレゼント企画をやっていけたらなと思っておりますんで、またまたこれからも、お兄チャンネルよろしくお願いいたします。そしてこうやってねいただいた企画どんどん前向きにねチャレンジしていきたいと思いますんで、これからもお兄チャンネルよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おめでとうございます。